どうも皆さんこんにちは、つづきです。普段音声のみでね、スマブラだったり、まあ、ゲームの生配信からこの間ちょっと開封動画なんかも上げたりしたんですけども、ちょっとですね、めっぽう僕が機械に弱くてですね困ってます。ぜひともちょっとこれをご覧になってる方の中でちょっと助けていただきたいんですけども、僕まあもともとゲーム実況だったり、まあそれこそ遊戯王みたいな、まあ好きなものをやっていくチャンネルを作りたくて作ったんですけど、機械が苦手でして、もちろん案の定編集とかもできないんで、開封動画も、まあ、映像編集してくれる方に頼んでやってもらってるんですけど、生配信をして今アーカイブいくつか溜まってるものがありまして、僕もともとそれの切り抜き動画をやりたかったんですよ。生配信2時間ぐらいやって、まあ、10分だったり、まあ、15分とか1本の動画にしていくっていうのをしたかったんですけど、それ用のねオープニングとエンディングがなくてですね、せっかくならこれをご覧になってる皆さんの中で作れる方にちょっと作っていただこうかなと思いまして、そういうのが得意な方から、まあ、やってみたかった人とかでも全然いいんで、もう実験的に僕ので試してもらって構わないので、もしよろしければ配信切り抜き動画用のオープニングエンディングだったりを皆さん作っていただけないでしょうか。で、まあ、この動画の概要欄にそれ用のメールアドレスを貼ってあるので、そのメールアドレスに皆さん作ったものを送ってくれたらなと思います。オープニングエンディング、なんかこうこれから動画始まるよっていうのの YouTuber さんチャンネル見てわかると思うんですけども、あのぐらいコンパクトで簡単なものでいいので、あれば嬉しいなということで、皆さんぜひお願いします。ですね、ここかもしれないですけども、オープニングエンディング、もちろんマスト、もうこれはまず第一に欲しいんですけど、動画ってこう結構アイキャッチって呼ばれる場面転換などした時に挿絵っていうね、なんかこう使われるものがあるんですよ。挿絵のようなアイキャッチっていうものがあって、それもできたらね、アイキャッチは本当に1秒あるかないかのような瞬間のものなんですけど、あるとね違うんですよね。生配信やらせてもらってて、やっぱ YouTube 上に動画を上げるにはサムネイルというのが必要なんですね。サムネイルもちょっと、まあサムネイルに関してはもっと言うと、映像を何か作るものじゃなくて、本当言ったら写真加工のような作業なので、その静止画の中で遊ぶの得意だよっていう人はぜひ、はい、サムネイルを、スマブラの生配信用のサムネイル、モンスターハンターの、生配信用のサムネイル、わりかし何でも困った時に万能に何でもこうとつなくどこでも使えるようなサムネイルの3パターンの中でいただけるとありがたいです。まあ結構ね、このチャンネル自体もう本当ね、諸事情っていうか、まあ、こっちの勝手な事情なんですけど、準備しきれずに始めちゃって、僕が勢いのままにちょっとその辺も一回綺麗なものに整えたいなっていうのもちょっとありましてね、そういうのを作ってくださいと。これを、まあ、一応期限を設けないと無限にやってても仕方ないんで、この動画が上がってから約2週間くらいで募集します。その何万回って再生回数稼げるチャンネルじゃないので、集まりによっては、まあ、ちょっと期限を延ばして3週間だとかにする可能性はございますが、まあ、ざっくり約2週間ぐらいで、まあ、締め切りましたってのは何かで報告はしますので、専用のメールアドレスにそのようなね動画を送っていただけるとありがたくて、まあ、一応その基本的にもうルールフリーです。まあ、ぶっちゃけて言うと、僕が出てきても出てこなくても構いません。例えば見ず知らずのそこで見てる高校生がいたとして、あなたが出てきたって別に構いません、僕からしたら。でそれがなんか秀逸でなんか面白そうだなとか使ってみたくなるものだったら全然採用します。ただ著作権問題だったり、まあ、権利関係だけね、一応音楽だったり、まあ、画像の使用だったりは気にしておいていただけると、どんなにいいものでも使えなくなってしまうので、まあでもそれこそモンハンだったりスマブラのゲーム実況者の方のサムネとか見に行っていただけたら分かるんですけど、基本的にああいうゲーム内だったりの画面だったり画像は昔使えるものは多いので、まあそんなにすごい狭い縛りではないと思うんですけども、多少音楽とか特に気をつけていただけると嬉しいです。正直これをね、どういった層のね、どういう方がどんぐらい見てるかってね、僕もまあいまいち把握しきれてないんでどうなるか分かんないんですけど、マジでどうしようもなくグズグズの映像、もう本当に面白フラッシュの最下層とかに上がってるようなどうしようもね映像、ぶっちゃけね全然採用
する可能性があるというか、僕が本当に選ぶので基準なんて正直なくてですね、こんなチャンネルなんでありかしこの辺も自由に、もう本当に適当に作ってもらっちゃっても構いません。がっつり力入れ込んでもらっても構いませんし、ただまあ、言ったら僕らの写真とかをつなげて動画にしてくれる人たまにいるんですよ、 SNS とかで。キャピキャピ系動画、こんなのも全然送ってもらって構わないですけど、限りなく採用される可能性は低いと言っとかせてください。可愛くキャピキャピ、可愛いキャピキャピチャンネルだったら僕は採用するんですけど、僕が可愛いキャピキャピ男子でも可愛いキャピキャピチャンネルでもないので、その辺はね、全然もちろん送ってもらう分には構わないんですが、最終採用基準は僕が面白そうだなと思えたものだったり、まあ秀逸でちょっと洒落てたりスマートだったり、ある種男子高校生みたいなもんなんで、僕なんてね、男子中学生かもしれないし男子小学生ぐらいの精神年齢の可能性あるんですけど、そんな男が選ぶ、オープニングアイキャッチサムネイルだと思っていただけたら、選ばれたいと思ってくれる方はなんか予選に行くことはできるんじゃないかなと思いますんでね。まあとはいえ、まずオープニングエンディング これを何としても作っていただきたくて、正直サムネイルとかに関しては何かの形で僕に送ってくれて本当にいいものがあれば、全然こんな期限が過ぎても使わせていただくこともあるかもしれないんで、全然ツイッターのリプランだったりそういったもので全然送ってもらって構いませんので、ずっと募集はし続けます。丸投げお願い動画にはなってしまったんですが、ぜひちょっとご協力をお願いしますということで、素敵なオープニングエンディング皆さんお待ちしております。天才的なものをぜひ、なんかもし知り合いにそういうのが得意な人とかいたら声かけてみてください。できるだけたくさんの募集、たくさんの応募お待ちしております。では引き続き今後の先ね、切り抜き動画など、配信などお楽しみにしててください。よろしくお願いします。